ペナルティのワッキー、はい、彼もあのもうすごい運動能力を持ってるんですけども、はいはいはい、超ポンコツなんですよね。あほんでただワッキーあのタイ語がペラペラなんですよ。タイ流でバイトしてたのもあってちょっとだけタイにも住んだことがあるからタイ語も流暢にペラペラ喋れるんですよね。ほ、はい、ね、いでそんな喋れんねやったら今度休み終わったらタイ旅行行かへんかと、喋れるやつおったら心強いし、お行きましょう行きましょうってちょうど休みが空いたんで会うたんで行ったんです。2人で男2人タイ旅行行って、でただもすごい強行スケジュールだったんでもうものすごいしんどかったんで、まあ、着いてすぐにもう僕もホテルに入りたかったんです一旦、ほら、まあ、道分からんから教えて、タイなんかも来てんやろ教えて、あこっちですこっちですって言って、普通すぐタクシーに乗れる場所があるじゃないですか。タクシー止まってるんですよ。そこをまず通り過ぎるんですよね。あれワキここでタクシー乗ったらええんちゃう、あ大丈夫ですこっちですこっちですって言うから、うん、僕知らんから初めて行くし詳しいからワキついていったんですよ。でまたもう一個ぐらいタクシー乗り場みたいなのがあって、うん、あ乗るんかなと思ったらそこも通り過ぎるんですよ。でワキタクシー乗らへんので大丈夫ですもう大丈夫です、もう僕詳しいですから大丈夫です、うん、ってそっからまたなんかわけわからん歩道橋みたいなの乗って、うん、めっちゃ歩くんですよ。めっちゃしんどいんですよ、うんうん、早くホテルに行きたいんですよ、うん、でワッキーさっきのところタクシー乗った方がいいんじゃん、いや大丈夫こっちこっちです、またこう降りてで国道みたいなとこバッと歩き出すんですよ、はい、いやワッキーそんなにタクシー乗られへんのか、違うんですよいいですかちょっと、うん、僕何年か前にロケでタイ来たことあるんですよ。その時にあのレンタカー屋さん、僕も現地のねそこのレンタカー屋さんめちゃめちゃお世話になったんですよ、うん、おうおうでサインそこでね、うん、初めてサイン頼まれたんですよ、うん、日本の有名人が、うん、それまだあるかどうか確認したいんです お前マジか大先輩、はい、料理全部俺出してるホテル早入りたいタクシー乗らない色紙見たくない、うん、お前の思い出なんか知るか言ってそのでもでめっちゃ歩いたからもうここまで来たらもうええわ、うんうん、お前の思い出に付き合ったろ確認に、うん、もういや歩こうってあとどれくらい、うん、もう時期ですってパーッとまた10分ぐらいパーッてしんどー言って国道ですよ急に、ああ何やねん枠しかないって言ったんですよ、レンタカー屋さんなくなってコンクリの枠だけあったんですよ、色紙どころの騒ぎないんですよ店がもう店がないんですよ店自体ないのなんやこの40分ぐらい40分めっちゃ歩いたからこれもタクシー乗ろうすぐにタクシー乗ってようやくホテル着いて、で頼むでワッキーもうすでにお前もう超マイナスやでお前、もうタイ語喋れるだけやで今お前のプラス頼むで、うん、ホテル入っても腹もペコペコやったんで、うんうん、もう今日はもうええわと結構なホテルやったんでホテルのタイ料理屋さん行こうって言った、うん、宮崎さん全然分かってないタイに来たら外で食べないと味全然違いますから、まあね、あマジかえ店知ってんのかもう何度も来てますから、うんうん、行きましょうもうこのホテルから歩いてすぐです、うん、歩いて5分歩き10分、はい、20分ワッキーワッキータクシー乗ろう、いやもうすぐですもうすぐです、うん、30、40ワッキー多分やけどお前迷ってるなすいませんすいませんタクシー乗りましょう最初から乗れやすぐに判断遅いやほんですぐそこにあったタクシーに乗ったんですよ、はいはいね、でペラ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 でタイ語でペラ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 、はい、ああああペラ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 10メーターぷー着きました何やそれもうちょっとやったな何やこれあともうちょっとやったよ何やねんでようやく店ついて、まあ、2階建てのまあええ感じの、はい、ほんま現地の人しか来ないみたいなとこやったんですよ。ほんでようやく入っても腹ペコペコやから入ってパッと見たら、まあ、外国人ばっかりバーッとおって日本人が一人もらうんですよバーッとおってほんで真ん中の席が空いてたから「あっ箱座ろう」って言ったら「宮坂さん多分こっちです」
こっちです、こっちですって一番端の、ほんま一番端のとこに座ったんです、ワッキーが言うか なんかあんのかなと思いながら、で、そう観葉植物とかいっぱいあったんでちょっと怖かったのが、蚊めっちゃおるんちゃうかなと思って、あ、はいはい、大丈夫な、なんか理由があんやろと思って、うん、そこ座って最初の料理一品目届くまでに僕12箇所噛まれたんです、もう飯の味なんか全く分からへん、蚊いいよ言うて、でワッキーなんで この席にしたん、うん、いやだって気づかれるとまずいでしょ、外人ばっかり青宮迫言うか死ねいただきました散々です、そんな話だから、死ねえね、天然らしいな、天然ですから、どうも大阪の、うん、まあ、後輩でスマイルっていうコンビの、はいはい、ウーエー吉高くんっていうやつがおるんですけど、本当、はい、アホなやつで、うん、あの高橋さんみたいなこんな喋り方でやってますよ、でも例えば僕の家に泊まりに来てコンビニでなんかいろいろ日用品とか飲み物とか買って、これ冷蔵庫冷やしといてって言ったら、ビールとボディーソープ両方冷蔵庫に入れたりするようなアホなやつなんですよ、でその運営と数年前に海行ったんですよ、で僕もう寝てたんですよね、ほんで突然何にも聞いてへんのに僕を揺り起こすんですよ、高橋さん、ちょっといいですかって言って、いきなり、何って言ったら、僕の家族、名前にみんなヨシがつくんですよ、何の話やねこれいきなり起こしてね、まあでもこう先輩とこうなんかコミュニケーション取りたいやろなって言って、はいはい、あ、ほなお前ヨシタカやなと、お姉ちゃんなんて言うの、あ、ヨシコですと、お兄ちゃんなんて言うの、ヨシハルです、お父さんなんて言うの、ヨシツグです、お母さんなんて言うの、末子です、いや使えへんやってそれもヨシタカは別にボケじゃなくて天然で言うてるんですよ、あ、ほんまやついてないわでもそのヨシがつくんですよっていう話、僕がめっちゃおもろいなってなって、ことあるたびに僕と飲みに行った時に振ってたんですよ、ヨシタカ家族にみんな名前にヨシがつくねんなって言って、はい、お兄ちゃんはお姉ちゃんはお父さんはお母さんはでつかへんやんっていうノリをずっと僕とやってたんですよ、でもヨシタカにもそれをずっと教え込んでるし、ヨシタカもかなり気に入ってって自分の中でも相当そのノリは鉄板になってたんですよね、僕にやってもらってるっていうのもあるし、ほんであのスマイルがついにメインでラジオ番組始まると、大阪で、ほんでこれは僕可愛がってる後輩なんで聞かなあかんなと思って、ラジオつけたら、オープニング相方はまともなやつなんで、さあ始まりましたスマイルのラジオですみたいな、冒頭いきなり僕の家族名前にみんな容姿がつくんですよっていきなり始まったんですよ、えらい持ってきよったなこいつ、相方はそのノリ見たことないから、お母さんはっていきなりお母さんですよそんなの吉田がもう同枠したんでしょうね、お母さんは最後だよ聞いてるさ全く分からない僕にしか分からなかったお母さんは最後だよお母さんは最後だよびっくりしたなっていうアホなやつなあのね、はい、芸人としてその芸人としても絶対それあかんやんみたいな人いるんですよ、もうタイミング悪いもなんでそんなことなんねんみたいなね、世界の鍋やつの相方、ジャリズム山下がもう全身それまみれなんですよまみれてる、はい、まみれてるな、楽屋の前のモニターでもうこいつぶっさいかな、もうだ何がやねんこいつとかで山下言うてる真横にその人のマネージャーが立ってたりとか、エレベーターで乗り張って渡したー言って全然思んなかったなあいつチーンってもう一回開いたりとか、うわーまみれてんな、なんなお前ってね、アメジャリチアラっていう、はい、雨上がり決死隊さん、はいはい、でジャリズム我々千春兄弟で東京で番組があったんですよ、その番組で、サファリパークでキャンプをするっていうロケなんですよ、はいはい、ね、動物とかわーって出る中でテント張ってみたいなそういうロケなんですけど、そのロケ日がたまたま山下の誕生日やったんですよ、ほんで演者我々山下以外の我々とスタッフとのドッキリで、まあまあドッキリかまあまあそのプチドッキリ、その嫌なドッキリじゃなくて、サプライズその
そこの FM 局、その地域の FM 局にハガキを出して、はい、で DJ に頼んで、はいはい、誕生日おめでとう、おめちゃくちゃいいじゃないですか、最高やな、サプライズ、山下くん、ってなって山下も、うん、はい、ほんで、はい、ハッピーバースデートゥーやーって流れてケーキが出てきたんですよ、はい、でうわー言って、ほんで山下それをテーブルがあるんで離れたところにそこまで持っていこうと、うん、で山下でそれケーキ持っていくときに、はい、暗いしつまずいて、うん、こけたら顔にぐちゃっとなるから気ぃつけなあかんでーって振りをね、ね、言うたら芸人がケーキって食べてる場合でもないから、ね、もう山下気ぃつけなあかんで、お前そういうとこあんねんから、お前ここいうとこでどじんねんから絶対にこけて顔面にぐちゃってなったらあかんよー言って、もうみんなが振るわけですよ。さすがのあの勘の鈍い山下も、あ、振られてるっていうのはもちろん分かって、うん、何言うてまんねんな、あんなの分かってますよ、こんなもんこけたら顔にぐちゃってなってまうがなー言うて、ぐちゃーってなったんですよ、うん、でだから言うてやりましたー言うて、パッて開けたらケーキがバタークリームでちょっとテカっただけやった。芸人にバタークリームを出すスタッフもスタッフですから。それを引いてしまう山下なんですよ、山下さん、はい、わかるわ、ケーキがメリメリメリってなってちょっと手形だけって運命なんや、運命、運命やな、そうですね、そうや、そういう人って逃れられるところに生まれてるね、まみれてる、一緒にグアム行って、向こうの現地ではジェットスキー乗ろうって、はい、V が 4つ浮かんでて、はい、その周りを回ってくださいで、わー回ってたら山下おらへんなってパッて見たら、はい、1個の V の周りをくる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 回ってバターになっちゃうよ。やっぱバターつながりやな。うちの相方なんですけど、うん、なんて言うんでしょう、何も考えてへん、なんかこう、何も気にしないみたいな風に映ってるかもしれませんけど、結構ナイーブな男でもありまして、はい、5年ぐらい前ですかね、番組の収録があって、で、途中でその番組の中で、クイズコーナーみたいなのあるんですけど、ちょっと大喜利チックで、まあ、基本的に芸人さんはちゃんとした答えも言わへん、うん、変な答えを答えてみたいな感じのコーナーやったんですけど、まあ、観覧のお客さんもちゃんと入ってて、で、まあ、みんなが手挙げてなんかボケたりした答え言うとわーって笑ってるみたいな、で鈴木がバーって手挙げてボケたりするとウケなくて、しかも さらにこのえーって言われる最悪の流れで、何遍鈴木が手挙げてなんか言ってもえーとかつまんないとかいろいろ言われる感じだったんですよ、うんうん、で、まあ、その1本目が終わって2本目もあるから2本目の間にまた楽屋戻ってみたいな、で滑ったなくっそ滑ったなって言ってるんですよ、あいつが珍しいなみたいな、で2本目ちょっと取り返す絶対取り返すわって言ってて、2本目始まってそのコーナーになってまた手挙げて言ったら、つまんないってなって、そっから鈴木一切手挙げなくなったんですよ、もうできないみたいな、もうビビってもうて、うんうん、でそっからもう完全にあいつの中でオフになったなっていう感じはしてたんですけど、でアイドルの女の子みたいなのがいて、まあ、最後全然関係ないんですけど、この中でなんかこう理想のタイプの男性いますみたいな振り来て、で鈴木さん以外だったらみたいなボケしてるんですけども、鈴木はもう完全にオフって持てるから、うん、笑ってうなずいてるだけなんです、そのいじり返すとかでもなく、おっととかも言わずに、ね、はい、でその終わりで次の日ネタ番組の収録やったんで、そのまま2人でホテル泊まってネタ作って合わせてそのまま行くみたいな流れのちょっと忙しい時期やったんで、でホテル泊まって僕の部屋の方で2人でこう台本書いてネタ合わせしてたんですよ、でここはちょっと早めに突っ込んでもらってって言ったら、でもうちょっとここはちょっと考え落ち気味なとこあるからちょっと一瞬待ってもらって突っ込んでたら、でここは三段落ちになってるかったら、ちょっと使っちゃーって急に大声バーン出されて、どうしたどうしたって、苦しい、はー苦しい、滑りすぎ、滑りすぎて苦しい、滑りすぎて苦しいって言って、おいおい大丈夫か大丈夫かって言って、ちょっとマネージャーやらその明日の番組のディレクターに電話するから、いや大丈夫、とりあえず寝かして、とりあえず寝かして、寝たら治るからちょっと寝かしてって言って、僕の部屋をガチャパターンって出て、向こうの部屋でガチャパターンって音が聞こえて、あーっ
って寝た音が聞こえたんですよ、うん、これ結構やばいやつやなと思って電話してマネージャーとかディレクターに電話してこうでもうちょっとなんかこう苦しいってなってんですけどみたいな、まあとりあえずじゃあ朝まで待ってみて朝の様子見て考えようみたいな風になって朝起きて鈴木のとこ行ったら鈴木ケロッとしてるんですよ、うん、普通におにぎり食べてて昨日ごめんで本番前にリハーサルの時間あるからリハーサルをもうそのまんまあの同じそのスタジオの中で客入れずにやるみたいなでやってたら僕のボケに対して次のボケのツッコミを先にしてくるみたいな、でいや鈴木それ後のやつやでしたら、うん、はいって言うんです、うん、鈴木俺はいってもうこれあかんあかん鈴木あかんずいぶん参ってるわとじゃあこのまま病院行けっつって病院行ったんですよ連れてってで病院行ってみたらやっぱりその神経的なものにやられて胃がちょっと荒れてるみたいな感じになってたとでどういうなんかこうそれらしい原因とか分かりますかって石原先生に聞かれて鈴木は正直にそのまま答えたんですってある番組でこうですごい滑ってでそれでもなんかどんどんへこんでいってそれでなんか気分悪くなったんですって言って、うん、ほんで石原先生がでしたら今後はなるべく滑らないようにって言ったというこういう話です鈴木トップがあったなそうかダメな医者やなやばそうだわなわかんのちゃうしねもう言う言葉ないそういう一面あんねんな僕芸歴が11年なんですけども、はいはいはい、あの8年間ぐらいショーパブにずっと出てまして、はいはいはい、新宿にあるあの、うん、そっくり館キサラっていうあのモノマネ芸人さんとか、マジシャンの方とか漫才師の方とか、うん、あのたくさん出るところで、うん、であのここにバーモント秀樹っていう、うん、西城秀樹のそっくりさん絶対にそうですまあ、まあ、結構身長182123ある大型の人 で、まあ、この人あの結構そのカセットテープ芸人なんて呼ばれ方してて20年間自分のネタが一語一句変わったことがないっていうそのアドリブを一切言ったことがない人 で、まあ、結構ローラーっていう歌あるじゃないですか、ね、であれを若い女の人の前に客に降りてってローバーって言ってどうもすいませんでしたっていうのもやっぱカセットテープ芸人ですからサービスエリアの営業で客がゼロだった時に空のベンチにローバーって言ってベンチにどうもすいませんでしたそういう人で、でまあカセットテープ芸人なんでネタ以外一切喋んないんですよ楽屋でも一切喋んない、それでその新宿のキサラっていうショーパブが、あの楽屋がもう本当に3畳ぐらいしかなくて、そこにこう6人ぐらいすし詰めで自分の出番待つという状況なんですよね。ちょっとショーパブがバスへの雰囲気のお酒飲みながらのところで、それであのこのバーモント秀樹が、まあ、バーヒデって呼んでるんですけど問題ありまして、とんでもない暑がりなんですよ。でも真冬の1月に冷房を一番強風にして一番低い温度の18度にして上半身裸でドライヤーの風を脇に当てて、それで汗だくなんですよ真冬の一夜で、そのカセットテープ芸人なんでコミュニケーションしないんで、それを言えないんですよね他の芸人が、温度を勝手に、だから他の芸人が真冬に冷房の18度にされるから、ダウンジャケットみんな楽屋で着て、もう震えながら自分の出番を待ってる、楽屋なのにくつろげない、言えないんですよ。だからそのバーヒデが出番に行ったりトイレに行ったりしたらすぐリモコン取って、もうみんな暖房に変えて温まる、そしたらバーヒデがまた帰ってきたらリモコンを取ってまた冷房にするっていう攻防で、でこっちももうリモコンを引き出しに隠したりしても探し出してまた冷房にするっていう攻防がもういつも同じ出番だと続いて、そしたらバーヒデがもうその攻防が嫌になったのか、リモコンを冷房の一番強いのにして自分のジャケットの内ポケットに入れたんですよ。そしたらバーヒデが出番終わったらそのまま家帰っちゃったんですよ。だからもう、そしたらもう強風から下げられなくなっちゃって、で冷凍庫もあるからあの氷が溶けちゃうからあのブレーカーも落とせない、
でずっと真冬の1月にあの18度の強風がやってもう店員もみんなダウンジャケット着ながら掃除してるような状況になったらマジシャンの鳩が全部死んじゃったんですよ。マジでえらいことなってるやん。マジで何してるでマジシャン後日会ったらバイレに鳩買ってこいよ初めて初めて腹立つなバージでバージでいや滑らないですね滑らないです滑らないですね。我が輩のあのミス会に樋口くんというのがいるんですけども、彼が最近本当すごいねコメントがブレるっていうすごい重い病にかかってましてコメントがブレるコメントがブレるっていう重い病にかかってましてですね大病ですよいろんな番組出た時にやっぱりコメントがブレるんですよ。まあ例えばこのギャル曽根ちゃんとロケに行ってた時に、まあ、ギャル曽根ちゃんが、まあ、我々が行って横でこのスパゲティ的なものをねこう大盛りすっごい量ですよそれをガーッ食べてると、普通横に立って見てるお笑い芸人さんならうわすごいなと、うん、この見てるだけでこっちが満腹になるわすげえなギャル曽根みたいなことになるじゃないですか。で樋口君はそれ見て本当に真剣にうわパセリも食べるんですかみたいなこと言うんですよ。ブレてんなそこじゃない。だからその時もすごい怒って、いやギャル曽根ちゃんはパセリも食べれる好き嫌いのないとこが売れる原因じゃないからとボリュームやと、うん、量で売れてきたからってことすごい説教したんですよ、うん、いきなりもう説教、うん、ほんで他にもいろんなコメントブレることあったんですけど、もうこいつあかんなって思ったのが、うん、草屋のね、うん、草屋のロケに行ったんですよ、うん、だそんなに草もうこそんなすぐ分かるでしょ、はいはい、草屋をこう突きつけられたら、うん、うわ臭い臭い臭い無理無理無理、もうこれがほんまもう常識じゃないですか、うんうんうん、方程式だよ ね、うん、それやっとけみたいなとこあるじゃないですか、うんうん、樋口がその草屋焼いたの食べてくれって突きつけられた時に食べまして、うわ匂い我慢できるけど味まずいって言ったんですよ逆逆しかも草屋を全否定やし両方だよねその時にこいつあかんなってちょっと思いましたオンエアもできへんし、できへんし、さやに失礼やし、そうなんすよ、大変な相方だね、大変ですよ、大変な相方を持つと、本当大変ですよね、うちの井上さんもかなりですから、やっぱり、もうヘッドホンでもう音楽聴いてんのに、バイブの携帯を取って、そっちうるさいなって言いますから、どっか遠いとこ、天然なんですね、怖いんですよ、もっと怖いんですよ。僕、まあ、テレビとかでもあれですけど、まあ、天然の方っていうのが、まあ、芸人も結構多くていますね。ほんでみんなもこの間あいつ天然でな、うん、あはははって結構みんな笑うんですけど、僕あんまり天然の人好きじゃないんですけどそのまあ、はい、そのとかあるもん、ね、野生爆弾のロッシーと僕もずっとおったんで、はい、もうロッシーの話みんなキャキャキャ笑うんですけど、僕はもう飽きてるんですよ、うん、もうええとお前もそんなミスするやろだからお前はもういじられんねんみたいな僕も天然でいじられるの嫌なんですよとか言うけど、いやそうお前が悪いと言えば、まあ、飯島愛さんが、うん、本出された時に、うん、こうピーク時にね、うん、すごい本が出てると、で俺その知らんわって、でもあいつは飯島愛って言わんと飯島直子って言ってて、飯島直子さん最近本出したんしてます、いや知らない、知らないんですか、知らないんですか、まあみたいなことを言うてきて30分ぐらい聞いたら、飯島愛さんやそれお前何言ってんねん、あそうですそうです、ほんでみたいな、じゃあ次行くなみたいなことがまああったりするから、こう天然の人あんまり好きじゃないんですよ、一緒に降りたくないんですほんでHG と RG と僕下ネタラップのグループ組んでるんですけど、ビッグポルノっていう、でそれで HG も RG もほんまに天然なんですよ、だから極力あんまり一緒にいたくないんですけど、まあそのユニット組んでますからまあ仕方がないというで、バーでこう歌詞を作るんですけど、まあその下ネタラップですけど、僕めちゃめちゃ真剣にやってますんで、打ち合わせしながらも、いやこうこうかなとか、でまあどうやろうとかこうずっと喋ってても、向こうもはんはんってずっと煮詰まってきたんですよ、ガーッて煮詰まってきて、もう僕もちょっとイライラしてきたと、あかんちょっとこれもう一回休憩、いや飯食おうつ何食うつって、だ僕はザルそば食うけどって言ったら、あ僕もザルそばで、あ僕もザルそばで、ええー、のちょっとどんぶりとかええー、の、いやじゃあいいです、なあもうみんなザルそば3つでええねんなつって、まあザルそば来て、で僕もこう考えながらずっとこう食ってたんですよ、ほんならまあ皆さんもあると思うんですけど、こう食べてたらこう喉ら辺に物がこう詰まって、水飲んだらうんってちょっと痛なりながら流れることってないですか、こう食べてたらこの辺に残るみたいな、そうなんで僕子供の時からあったような気がするんですけど、 HG がその時成り立てやったんですよ、そう今までの人生そのここに詰まる感じがなかった、最近あって
あの出だしたと。それは僕知らんかったんですけど、それでジジはもうそれが病気ちゃうからと、その気管の病気じゃないかと常々思ってたらしいんですよ。それ僕も知らずにバーってこう考えながらこうでザルサバーって食ってたら、ジジがやってるんですよ、こっちで。別にもううわーとか言うこともなく、何してんねんこいつなんか思いながら僕まで そば食ってたら、ほんなら水飲んで、もう自分では病気と思ってるから、僕らではもう日常のことなんですけど、あいつは病気を思ってるからもう焦りながら、ほんなら RG もちょっと心配そうにこう HG の方見てるんですけど、もうええもうええほっとけ思いながら僕は心の中でバーッてザルそば食ってたんです。ほんであいつまた、それが大きかったんですよね、さっきの痛みよりもさらに大きいの起きたから、ちょっと立ち上がってザルそばのこのつゆ持ちながらってやりだしたんですよ、千枚打ち合わせのとこで。そんな何やねん思って、ほんなら RG もそんな HG 見たことないから、あんなからでかいのがってなってるから、おいおい何して何食うてん、いやそばやん、そばですよ、まずそばですよ、食べてんのみんな見てますやん、左手もつゆのやつ持ってますやん、そばやん。で僕は心の中で思ったんですけど、もうほったらかしで、また天然の二人が何かやっとるなと、もうそばやん、おい何食うてん、そばやん、どれもそばやん。ほんだら HG もそばそばやん、そばやん、答えてええやん、あるやん、3人食べてるやん、何してんねん、そばやん、最後ね、最後バッと言いました。ほんまに慌てた時の天然2人のやり取りはほんま腹立ってさ、厳しいよちょっと。だからテレビで見るもんですね、天然の方々というのは近くにおると不便なことしか見えない。厳しい。芸人って結構やったらダメなことがあって、まあよく言われるのが噛むとかじゃないですか、はいはい、これをもう超えてしまったやつがおって、はいはい、僕後輩で、まあ皆さんにも後輩なんですけど、レーザーラモン、はい、今 HG すごいじゃないですか、はい、でまあその HG に今残念な方のレーザーラモン RG っていうの、 RG、はい、相方さん、あいつほんまにこの今の何やってんやっていうことを言ったことがあって、はい、まあライブなんですけど、はい、急にあいつが横から出てくるっていう役やったんですよ、はい、みんなが普通にライブやってるとこが乱入してくるみたいな、はい、ほんでまああいつなりに用意してたつかみがあったんでしょうね、はい、多分ちょっと誰が妻夫木聡なんですか、うん、っていうのを言いたかったやつ、言いたかった、はいはいはい、でどこがやねんみたいにみんなに言うてほしかったでしょうね、はい、でまあその入るタイミングとかこうなってていろいろこう緊張も徐々に上がっていってたんでしょうね、はい、でバーッ出てきて、うん、ちょっと誰がトゥマバルク高俊なんですか。トゥマバルク高俊。噛んだんでもないやろみたいな。溺れながら出てきたみたいな。明らかにそっちの方が言いにくいからな。結構はっきり聞こえたんですよ。誰がトゥマバルク高俊なんですか。トゥマバルクどんな名字やねんみたいな。いろんなやついますよね。いろんなやついますわ、ほんまに。三松さんの話なんですけど、なんかね、はい、金八先生のモノマネする方ね、はい、ほんで一緒に大井龍馬という舞台を一緒にやってたんですね、ほんで、ある日朝楽屋に行ったら、三松さんやはって、で三松さん今日どっから来られたんですかって、いやサウナから来たと、でようサウナ泊まらはるんですね、でサウナから来たと、ようやれますねそんな、家帰って寝た方が疲れ取れますよみたいな、いや俺いいんだよサウナの方がみたいな、ほんでなんかこう着替える時にいつも三松さんサウナでこうパンツ下ろしはったら絶対うんこがついてるんですよ。もうそれはもう絶対ついてるんですよ。ほんで来はったからちょっと衣装着替える前にちょっと一回調べてみてくださいと、一回これで拭いてみてくださいとティッシュ取って渡したんですよ。ほんならお前今お風呂入ってついてるわけないだろう言うて拭きはったら、うんこいって普通の人が一発目拭いたぐらいの一発目ぐらいついてたんですよ。でうわーって言って、あの量ですか一発目やんけ、許すぎるやろ許すぎるやろって言ったら、あれ
なんでだろう言わはったんですよ。でなんでだろうやらへんよ、もう一回浮いてみてるから、まあちょっとついてたから汚いからちょっとシャワー入ってきて言うて、でもそんな衣装さんかなんで言うて、ほなそうだなそれもそうだな言うて、でシャワー入ってはるとこちょっと覗いたんですよ。ほなら下だけ脱いでシャツ加えて、あのお尻の穴だけこうこうやって洗ってはったんですよ。ほんでうわ来たなと思って気持ち悪い思って閉めて、で帰ってきはったんですよ。ほんでもうシャワー浴びたから大丈夫やってなって、でももう一回だけちょっと一回拭いてみてくださいって言って拭いたらまた一発目だったで垂れ流しだよ。どういうことや。常に一発目なんや。常に一発目なんですよ。でどういうことなんですかって言ったら、いやもう自分が嫌になるよ。まあ嫌なるやろな、まあ、本人が一番自分やったら嫌やもん。嫌やわそんな。なんかその次の日とかに聞いたら、うん、もうほん誰にも言うなよって言って理由があるの、ね、なんか、うん、普通にこう拭いてたら、うん、スパッと4本入ったりする。あ、ブトズボなの。あ、なんでだろう。なんでだろう。なんかそれぐらいのもんらしいですよ、皆さん。もうゆるゆるっすね。ゆるゆるゆる。よーすごっと入ってまう時とかあるんです。スポット入っちゃうスポット入ってまう時とかある。びっくりする。あれって筋肉ないねや、もうもうないよ、ね、開きっぱなしや。出るわ。もうそれはもう絶対一発目。面白いな。面白いな。面白い。考えられないんですよ。よくね、よくおっしゃいますね。いや、これはまあまあ考えられないっていう言葉はね、木村さんが作った僕が言葉やと思うぐらい。ほんま考えられないです。もうどんくさい後輩で、もう今はこの世界いないんですけど、15年ぐらい前ですかね。これ松本さんの家ですき焼きやらしてもらったことがあるんですよ、大阪の。それでもうどんくさいやつで、何やらしてももう遅いし、夜応援し、あの三角公園の坂上言うんですけど、もうやめたけどね、まあ、すき焼きしてて、そいつが隣に座ってて、で松本さんやら何人かおって、で坂上、お前もう肉食えよって、まあいろいろ話してたんです。でこう僕がこの辺の鍋のこの辺のお肉をこう取ろうと手出したんです、はいはい、その時誰も手出してないんですよ、はい、坂上が、うん、ここへ手出したんですよ。ああ、はい、何してんの、何してんの、まあまあまあ、ありえへんね。その時点でまあありえへんけどね、はい、何してんねん思って、うんうんうん、これどういうつもりやねんって思う次の瞬間、肉すぐ取ってバタ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 熱いのお前ガネてもらそれ肉しか見てませんでした。これは考えられないですよ。いや、考えられないですね。確かに考えられない。いや、確かに考えられないですね。そいつ、ほんでそっから辞めて、芸人諦めて、制作会社かなんか入ったんです。番組とかイベントの企画会社入って、で、なんか5年ぐらいして課長になって、なんか出世して家族もできて子供も養えるようになりましたみたいな噂を聞いてたんですよ。ほんならちょうど今から5年ぐらい前に、10年ぶりぐらいですよ、電話かかって、急に携帯の留守電入ってるんですよ。で留守電聞いたら、すいません助けてください、どうしても困ってることがありまして、はあ、言うて電話あるから、あ、これイベントかなんか、これタレントとか、まあ泣いたかなんかで、なんか急遽俺にお願いするのかなかなんか思って、慌てて電話したんですよ、はい、どうして坂上、すいません明日草野球なんですけどメンバーが足りなくて。考えられへんな。いただきました、あの、まあ吉本いろんな芸人がいるんですが、はい、いろいろいますよ。あのね、大阪リアルキッズっていうのがいるんですよ、うん、はい、これはね、小学生、小学4年か5年ぐらいから漫才やり始めたんですよ、うん、同級生と、うん、だから11歳からやってるんですよ。で今も芸歴15年なんですけど、また26ぐらいなんですけど、若くその10歳ぐらいから吉本に入ったからそうなのか、もともとそいつのはそういう人間なのか、もうね、もう子供のままなんですよ、いまだに。
むちゃくちゃ、まあ、言い方するとピュアなんです、うん、むちゃくちゃ、ね、これちょっと前も電話かかってきて勇気から、まあ、言うても僕よりだいぶ怖いですよ、うん、あジュナさん今日あの東京来たんで止めてくださいってね、なかなか先輩のいいですね、ダイレクトで止めてくださいって、ほんで普通に止まって帰っていくんですよ、ほんで例えば、ヤフーで物を調べるって言うと、勇気の頭の中でヤフーって人が向こうで返してくれてるっていう感覚なんですよ、だから僕あれを知りたいんですけど、あれを教えてください、永田勇気って打ってあのやるんですよぐらい、はいはい、コピュアというか、悪い言い方すると徳が低いというか徳が低い方なんですよ、ね、めちゃくちゃおじいちゃん子なんですよ勇気は。勇気は、まあ、弟がいるんですけど、この弟がめちゃくちゃヤンキーなんですよ、うんね、まあ、同じような兄弟なんですけど、この二人ともめちゃくちゃおじいちゃん子で、その愛すべきおじいちゃんが亡くなられたんです。でむちゃくちゃおじいちゃん子だから、俺ら二人で寝ずの番しようと、ずっと夜中寝ずの番して、おじいちゃん大好きやったおじいちゃんがな亡くなって、そう言ったらおじいちゃんとのツーショットの写メないなってなってどうしてもあの大好きなおじいちゃんとのツーショットの写メが欲しい、顔を開けて、もう欲しいですか、愛してますからおじいちゃんのことを、こうやって顔を開けて体突っ込んでこうって撮るんですよ、お兄ちゃん兄ちゃん俺も俺も言って、弟もこうやって撮るんですよ、ほんならスリーショットないなってなってこの上はスリーショットないな、ほんまやって、おじいちゃん大好きですからね勇気は、よっしゃそっち持てー言って、うわおじいちゃん出して、出して出したか、3人で撮ったんですよ、ほんならバッて見たら、うわドライアイスやってなって、その護衛隊の下にドライアイスがあるって知らんから、うわー言って、おじいちゃん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 、うわドライアイスや、うわ冷たーって、うわこんな引いたのドライアイスだって、やめるやお前とかって二人でキュッキュッて、おじいちゃんもここでダラーって、うわーって、あかんかんこんなことしたらあかん、おじいちゃんちゃんと寝かすなあかん、気づいた気づいた、あかんかんって寝かすぞって寝かすんですけど、ドライアイスで遊んだもんやから、もうガッタガタなんですよこれはか、こんなガッタガタの状態でおじいちゃん天国行かねえから、ちょっと出せ一回言って、二人でおじいちゃん出して、鳴らせと、このドライアイスを鳴らして、鳴らして出て、あかんこっちはちょっとここいて、あかんこっち肩のとこに痛いやつある言って鳴らせ言って、鳴らして、あ寝たら、いや今度この肩が下がって腰が上がるから、これじゃおじいちゃん天国行きにくい言って、うん、もう一回鳴らして、うん、ほんで寝て、あよっしゃこれで綺麗になった言って、うん、言ったら、うん、ガラガラって葬儀屋の方がこっち向かってくるんですよ、うん、でやばいやばい戻せ戻せって戻して蓋閉めて、うん、だから葬儀屋の人バーッ来て、なんか作業して、うん、おじいちゃんの顔見ようってパカッて開けたら、うん、足やったんですよ大好きなんですおじいちゃんのことは、三途の川頭から入ってる飛び込んでますよ、飛び込んでるやんか頭が。こう夏とお正月とかにこう、ね、たまに、はい、後輩とかと旅行に行くんですけど、はい、まあやっぱりそんだけこうたくさん芸人いますと、こうかなり天然なねやつがいまして、これはあの皆さんあまりご存じないと思うんですけど、ドリアンズっていうコンビの堤っていうのがいるんですよ。これがですね、普段なんかまあお酒なんか飲んでても一番後輩の時が多いんで、じゃあお酒を例えば焼酎の水割りを僕作りますってこう作ってくれるんですけど、毎回そのグラスのもう一番上持ってはいって渡しおるんですよね。ほんでいや俺ちょっと細かいかもわからんけど、口をつけるとこやからもうちょっと下の方持ってくれへんかと、なるほどね、いやそれはほんまもう言う通りです、ほんますいませんそれは、気ぃつけますみたいな感じなんですよ、はいはい、ほんで、まあ、僕のグラスが相手のバッて見て、あ兄さん
作ります言って、もうこれ見よがしにグワーって潜り焦がして作れます、はい、言って作ってくれるんですけど、はい、渡す時にこうやって渡します。これやそれやそれや、もうなんでなんと、はい、でついこの間もバーで飲んでて、はい、でいや兄さん聞いてくださいよ言っておつまみに出てきた芋けんぴに火つけようとしてる、はい、お前マジかと、お前のここの感覚どんなんやねん。っていうやつがいまして、ほんで今年のお正月ですけど九州旅行行ったんですけど、結果から言うと2泊3日の旅行でレンタカーを2台ぶっ潰したんですよ。その包みっていうのが、でまず1台目は一番怖いなんで僕運転しますってレンタカーバー運転しててガソリン入れますって入れガソリンスタンド入ったんですけど、これは運悪くセルフのスタンドやったんですよ。ほんで、まあ、包みはじゃあ入れてきますって、あ、入れてくれてんなー言うて、入りました、じゃあ行きましょうって、ブーン走ってたら、ドッ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 ドンって言って、うんともすんとも言えなかったんですよ。ほんで、なんやこれ言って、ほんで、結果、その、経由者にガソリン満タン入れてるんですよ。そりゃダメですね。でも、それレンタカー屋さんに僕は経由者っていうのを聞いてないです、うん、レンタカー屋が悪いって言い出して、うん、まあでもほんま聞いてないんだったら悪いわな、ね、まあとりあえずじゃあ電話しようとレンタカー屋さんに、うん、ほんでいやこっちはあの聞いてない、いや絶対に言うてますと、うん、レンタカー屋さんは、うん、いやいや聞いてませんそんなこと言って、いやいや言ってると思うんですけれども、うん、いや聞いてませんね、分かりました、じゃあ100歩譲って言うてなかったとしましょうと、うん、とりあえずあの給油口を見ていただいていいですかと、でバーッと開けたらそこに赤い字で絶対経由以外はあの入れないでくださいってもデカデカと書かれてるんですよ。あもう絶対これ100万こっちが悪いから、そんなに言ったら100万ある、まあそうですね、これあの弁償1台しまして、ほんで次の日、はい、僕らまあお風呂入ってちょっと出てきたところに駐車場があって、じゃあ車回してきますって堤が言って、で僕らを待ってる、僕らを見てるんですよ、はい、で僕らを見てるからここの看板が全く目に入ってないんですよ、うん、ほんでそれでゴリ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 ってなって、うわーってテンパってもって、またバックでさらにゴリ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 ボーカーなって、これで2台もうアウトですよ。ほんでその日の夜にみんなでご飯食べながら、お前なんであんなことなんねんと、せっかく楽しい旅行来てなんであんなことなんねんって、たらその包みも、ほんますいませんすいません言うてるんですけど、このすいませんの頭下げるのを利用してここのポテトサラダをパクって食べる。わしゃー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 すごいな、すごいな、バレへんと思ったんすかね。そのポテトサラダはうまいのかっていう。どうしてもってたから。日村の話なんですけども、はい、僕まあここ来るたびに日村の話を割とさせてもらってて、前回来た時確か日村の歯が奥歯ないなんていうのを、多分1年ぐらい前ですけど、それでやっと思い越し上げて今治療中で、今画面に映ってる日村割と綺麗な歯なんですね、はい、あれでもまだ仮歯なんですよ、まだ本歯を入れてない、ちょっとでかいらしいんですけど、今のところ500万かかってるっつってました。まあ、だから顔面がなんかいろいろ言われてるけど、その1センチ奥ぐらいは全部手術するっつってるんですけど、まあそんな側が気持ち悪いとかそんな話ばっかりしてて、で実は日村さんって内面もちょっとやっぱおかしいというか気持ち悪いというかで、これあの滑らない出るって決まるぐらいに1個すげえ、もう20年近く付き合ってるのに嘘だろっていう出来事が起きたんですよ。それがあのなんかの番組で女の子のアイドルがやってるブログみたいなのにコメントをこう送るみたいなのがあったんですね、仕事で。で日村さんが代表してその文章を打ってたんですよ。たらあのこんにちはみたいな、おっぱい大きいなみたいな、グラビアアイドルおっぱい大きい子だったんで、そんな文章を入れるんですけど、おっぱい大きいなの後にハテナとかを入れるんですよ。だからなんかあの元気ハテナとかじゃなくて、お前おっぱい大きいなハテナとか言って、なんか変なハテナ使ってるなってあれって思ってたんです。でその時はなんかぼやっとしたんですよ、なんか別にそんな取り立ててそんななんかじゃなかったんで、
あのうち娘がいるんですけど、うん、あの娘がテレビ見ながら、あの最近日村さんに会ってないなっつって、会いたいななんつってたから、うちのがじゃあ手紙でも書けばなんつって、うん、で日村さん宛に手紙を書いたんですよ。したらあのちょうどうちの娘その時なんかあの習い事でバイオリンとかやってて、発表会があるから今度あるんだよ発表会がとか、ドレスこんなん着るんだなんて絵描いて、会いたいななんつって可愛らしい一行一行色変えたりして出したんです。で日村さんに渡したら、日村さんはこれは嬉しいっつって、でじゃあ返事書くっつって、じゃあこれ渡してくれっつって、もらった手紙を俺今日これ持ってきたんですよ。この文章で俺マジかと思って、これねあの名前のところ消してるんですけども、はい、まあ、うちの子供へって書いてあって、久しぶりだねはてな、まあまあここはまだいいですよね、うん、元気かなはてな、これまだいいですよね、はい、お手紙ありがとうはてな、すごい嬉しかったよで、まあ、名前があって、3年生になったのはてな、まあここはいいですね、うん、勉強楽しいかなはてな、うん、まあまあいいです、バイオリンも頑張ってねはてな、ご飯いっぱい食べていっぱい勉強してお父さんお母さんに優しくしてあげてねはてな、また遊ぼうねびっくりはてな、発表会頑張ってよびっくりはてな、キムケンよりって書いてあるんですけど、全部の語尾にはてなとかつけてるんですよ。メールとか手紙の時にこういうのってお互いコンビ間ではもらわない文章だから、だから日村はハテナの使い方を分かってないんですよ。怖いでしょ、怖いな、ちょっと怖いね。でこでもこれ直してやることできへんよね。だからその例題作ってこうハテナ書いてごらんとか、このどこのハテナ間違ってるっつっても間違えちゃう。多分なんかあるんだろうな。でも本当に日本に一人だけじゃないですか、うん、そんな人。あとアンジャッシュの小島あたりじゃないですか。怪しいな。びっくりやろ。後輩がね、後輩が、まあ、先輩はもちろんですけど、後輩もいっぱいいて、まあ、しょっちゅう遊んでるやつに網本っていう後輩がいるんですよ、はい、もう皆さんあんまそのご存じないと思うんですけどね。でこの網本というのがなかなかの仕上がり でこの網本を一番分かりやすく説明するエピソードは何かなと考えたところ、何年か前の夏に
スイカ割りしましょう言ってスイカ持ってきてここでやりましょうか言ってドーン置いてスイカがパッカー。お前マジかみたいな、もうすごいです。もう物は一切知らないです。例えばそのことわざとか、じゃあ網本、カッパの川流れ、え、なんすか、いや初めて聞きました。いや、カッパの川流れっていうことわざあんねんけど、知らないっすね。じゃあ、何やと思うねん。川にカッパが大量に流れてきて、これはどうやら不吉なことが起こるぞという前触れっていうことわざじゃないですか。あ、そうか、あ、そう、ほんならぬかに釘、あ、それは知ってますわ、それは知ってます。あの、ぬかの中に釘があって混ぜてたら怪我する、だからどんなところに危険が潜んでるかわからんっていうことわざですよ。おー、ひとついなー、なかなかやなー。いやいや、虎穴にいらずんば、虎子は得ずは、ラズンバ。あ、そこ取っちゃうんだ、ラズンバ取っちゃうんだみたいなねやつなんです。ご飯屋さん行って、調味料 SP 書いてるから、ありがとう、この S 何、それ分かりますよ、塩ですよ、お、塩の S ですもん、あ、塩の S なんこれ、ほな P は、七味です、ピリッとの P なんえ、怖い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 みたいなんですか。ね、もうそいつと普段もしょっちゅう、銭湯行ってお風呂入ってサウナ入って水風呂入ってで、お風呂入ってサウナ入って水風呂入ってみたいなのを何セットか繰り返して出るみたいな。宮古島、沖縄の宮古島に旅行行って、まあ、そこに、サウナもあって、露天の温泉ができたんで、そこ行こうっつって行った。ほんで露天でお風呂夕方入ってたら、もうめちゃくちゃ綺麗なんですよ。でも夕日が、うわ、ええなー、サンセットやなーって言うたら、有本が、2セットにしましょう。